ほーい、どもれです。皆さん、ついに10周年おめでとうございます。イエーイ。寝起きです。はい、ということでね、ついに10周年スゴフェスということで、ガチャが、まあ、来たということで引いていくわけなんですけど、まあ、ちょっとね、起きるのが遅すぎです本当に開催される10分前とかに、9時20分とかに意味わかんない時間に起きてしまって、いや、昨日のね、夜、まあ、結構、まあ、楽しみで、早く寝ないとと思って、早く起きないとと思っていたんですけど、気づけば、2時3時まあ本当にさっき起きたばっかでね、まあ、ちょっと寝起きの状態で声ガラガラなんですけど、まあ、ちょっと弾いていけたらなと思っていますので、いや、まあそうですね、まあ、今回第1弾ということで、まあ、運試し程度でちょっと弾いていこうかなと思っていますので、まあそうですね、30ぐらい弾いて、まあ、また今度、すぐにまた弾いていくと思うんですけど、とりあえず30円という形で、朝は弾いていこうかなと、まあ、ちょっとテンションが上がる時に、ね、弾いた方がいいんじゃないかなと思ってますので、とりあえず30円で、まあどうしてもね、なんかうまいこといかなかった時はもうちょっと弾こうかなと思ってるんですけど、とりあえず30連弾いていこうかなと思ってます。まあ、ということで早速やっていきましょう。はい、ということでね、弾いていきましょう。30連目、いきます。頼むぞ。まあ最初が最後の手配書、確率アップ中のキャラ確定ということで、まあどうなんですかね、これに関してはいいキャラ出てくれると。まあ確率アップしてるのがまあ少ないのでワンチャンあるとは思うんですけど、さあいきます。10連目、イエス。待ってくれ、喉が痛い、喉が痛い寝起きと風邪気味で喉が痛い。ちょっと待って、これはやばいぞ本当に。久しぶりに見ました、このビリビリ。いきます。待って、ワンチャンあるんじゃないかこれ。あんまり新キャラいないよ、未生児いないよ私。これワンチャンあるぞ。1、新キャラが10連目で出る可能性が出てきた。とりあえず1体目、1体ね、お願いします。さあ、いいね、今回の新規の3時、一発目からでかいよ。さあ、ありがとうございます。さあ2枚目、はいはいはい、プリン。あとすごいやつは新キャラ2、3体いましたよね。そこら辺も狙っていきたい。マルコ、はい。さあ頼むよ。あー、そっちか、黒ひげの方ね。いやいや、まあまあまあ、嬉しい嬉しい。うわ、でもこれか、もしかしてこれなのか。新キャラであったけど、黒ひげ、まあでも周年キャラですからね、確率としては、ね、だいぶ低いと思うので、いや嬉しい嬉しい。もうこのね、防御効果を無視してダメージ与えるとかっていう効果があるので、まあね、何体いても嬉しいのでね。でまだその戦長効果で防御効果を無視してダメージ与えるみたいなキャラってほんと少ないので、でタイプによってもね、やっぱいないのでね。うい、マジこれ見ちゃい、もう臭い臭い。うわ、そっちか。まあでもこれも欲しかった、一応レベル上限突破がね、結構もう少しでできそうだったので、ちょっと欲しかったですよね。さあ次、はいはいはい、8、9、はいはい、まあまあ悪くない悪くないよ。10、はいはい、ベンベクマン。さあラスト1体、これ、いや、赤が黒ひげか、黒ひげごときで赤使ったのか。ちょっと待って、黒ひげごときにビリビリ、おい、黒ひげごときにビリビリ使うな。さあということで20連目やっていくんですけど、いやでもまあまあまあ悪くないよ、あんな確率アップ中のキャラ確定みたいなしょぼいステップでまさかの新キャラであるね、黒ひげ、まあ新キャラと言いますか、未生児だった黒ひげをゲットできたのはめちゃめちゃでかい。さあということでいきましょう。いや確率低いと思うんだよね、結構確か結構低いはずなんですよね、第一弾。まあ一応確率としてはマーシャル DT 値で 0.042% と、星6の方で 0.1 だったかな、黒ひげ 0.01 なんで、まあ、だいぶね、あの確率低いとこ引いてくれたんで正直嬉しいですね。さあ嬉しいところではありますけど、さあ20連目いきましょう、お願いします。10プラス1回、探す、いきますよ。さあ、うん、何、ちょっと待って、もう一回いきますね、結構混雑してるのかもしれないですね。さあ、うん、悪くない悪くない、20連目も。さあ、あー、まあ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 、先ほどみたいな感じではいけませんよ。さあ、ただまあ2カットインぐらいあるので赤1枚ぐらいは来るんじゃないですか。よし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 、その通りその通りでございます。さあ1、
はい、おキック2、はい、レベッカ3、はい、ドフラミンゴ4。あー、まあ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 、新キャラか。最近ではないけど、多分クロスギルド来た時に一緒に来たやつですね。はいはいはい、ありがとうございます。持ってなかったんでね。さあ、いいね、ゾロ欲しかった。今回の新キャラ、ゾロ。まあ、あと何いたっけ、ナミ、ナミがいたかな。あとナミゲットできれば、とりあえず揃いますね。今回のすごいやつ。いや、もう少しおー、大乱戦があるので、その時にね、やっぱすごいやつ使えるとね、結構ポイントが上がるのでね、ゲットしておきたいところではある。もう一体、ナミも。さあ、10。来い！ここで聞こ、あー、なんかすげーの来た。運良いな。今回普通に運いいぞ。ロジャーのニゲットなかなか来ないからな。これは初ですよ。2体目。さあ、タムよ。こいしんからアルチだ。さあ、ということでね、30連目やっていくわけなんですけど、いや、いいよ、今のところ。10連目で黒ひげ。まあ、周年キャラである黒ひげを当て。で、20連目で、超スゴフェス限定のロジャー&ニューゲットを当ててっていう。なかなかないですからね、こんなことね。で、まあ、確率アップしてるっていうだけで、超すごいやつって全キャラ出るので、確率アップしてるあの枠のね、なんか15体ぐらいいたと思うんですけど、それが確率アップしてるだけで、他のキャラも出るよみたいな、まあ、段なので、それでね、超すごいス限定のキャラと、周年キャラぶち抜いてるの、普通にえぐい確率だと思ってるので。さあ、ということで、残り10連、とりあえずね、朝は、この10連で終わりたいと思ってます。いきます、来い来い、30連で奇跡を起きます、起きます、起こします。さあ、おー、まあ悪くない、演出としては悪くない方ではある。さあ、頼むよ。おい、まあ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 、1、1、1、1、1、1、1、1、1、うわ、1枚、 15% で1枚。さあ来い、もうここで出ちゃって。あ、ロビンはすごいだろ、普通に普通にすごいことすんだよ。10連で超フェスゲット周年キャラ当てんだよ、普通にいいね、今回さすが10周年、おめでとう、ということでありがとうございますよ。さあ、2枚目、はいはいはい、いいよ、悪くない。ここら辺の新キャラはね、まだ1体持ってないんで、ポコポコ出てくれるとありがたいですね。まあ、さっきは出たけどね。さあ、5。まあ、最近ね、この10周年のためにね、あんまり周年ガチャとかね、最近の直近のガチャとかって引いてないので、なかなかいいところではあるんじゃないですかなと。さあ、7、あー、シュロロロロモネね。8、よしよしよし、ハニャマルね、いいよ、悪くないよ。9、ウソプン。10、これ、あー、まあまあまあ。さあ、ということで、一応これがラストということで引いていこうかなと思っているんですけど、さあ、頼むよ。ここで10周年最後の1枚、いきますよ、来い。新キャラ、いや、変わるからね、とりあえずは変わるから。新キャラ、お前はお呼びでない。